お願いしたいと思います。
そして、オフロックで完勝という話になりました。そうですね、ありがとうございます。
ンシュタインの姿勢と見てよろしいですか。まだまだ私もちょっと指導力不足と同じです。おめでとうございます。ひとまず大輔監督に伺いました。そして1区を走りました松宮孝之選手です。優勝おめでとうございます。ベテランとしていろんな思いを持って臨んだこの VX戦になります。おめでとうございます。松宮選手に伺いました。そして2区を走りましたポール・クエラ選手です。おめでとうございます。2年連続優勝、どんな思いですか。
った優勝インタビューの間に29位まで、チームがフィニッシュになります。そして次にフィニッシュするのが30位ということになりますが、こちらの3チーム並んでまいります。チームです。